こんにちは、美容歴26年伊沢よしこです。今日はお客様からこのようなご相談がありました。そのお客様は自転車で通勤されてるんですけれども、仕事が終わって自転車に乗って帰っていた時に、帰ったらもう汗がすっごい出てしまう。で、家に帰ったらやっぱりね、主婦しないといけないのでお食事の用意とかで忙しいんだけど、このお顔の化粧をどうしたらいいですかというお問い合わせでした。私がおすすめの方法は2つあるんですけれども、1つはもうクレンジングでメイクを落として、その後にもう何か一品乾燥を防ぐために、乳液ですとか美容液ですとか化粧水でもいいのでつけていただいて、お食事の用意とか家のことをして、いざお風呂に入った時にはもう洗顔だけでいいです。で、そしてお風呂から上がった後にいつものお手入れのケアをしていただければいいと思います。そしてもう一つおすすめは、もうクレンジングもせずにとりあえずお肌の表面の汗を取り除く。汗がお肌の表面に残っていると、その汗によってかゆみが出たりかぶれたり、あとは雑菌が繁殖しやすくなりますので、吹き出物がある方はね、ちょっと悪化しやすいんですね。ですのでお肌の表面がに汗が残っている時っていうのは、もうぬるま湯でちゃちゃっと洗い流す。そしてお家のことをされたりとかして、いざお風呂に入る時にきちんとクレンジングをして洗顔をして、そしてお風呂から上がっていつものお手入れをするというやり方がね、いいかなと思います。これからますますね、汗も出てくる季節になってくるんですけれども、汗をお肌の表面に、残さないのがやはり美肌の秘訣の一つかなと思いますので、よろしかったら先ほどの2つの方法ですね、お試しになってみてください。今日のお話がなるほどって思ってくださいましたら、高評価ボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。